プロビデニアは、ロシアの畜地自治管区北東部にある都市型集落。ベイリング海峡の向こう側は、アラスカ州で、その間を日付変更線が通っている。ロシアの空港で最も、アメリカが衆国に近いプロビデニア米空港がある。工業高校や、映画館、郵便局、畜地歴史、文化博物館、自治管区に2つあるゲレンデの1つ、港湾施設などがある。 人口は2002年全土シア国勢調査では2723人。1989年ソ連国勢調査では5432人。ソビエト連邦時代、フィヨルドの奥地という立地から軍港になった。もともとは1930年代に北極海航路の東端として建設されたアナディリー島で最大の町であった。港は、 プロビデニア湾の中のコムソモルスカヤ湾にに築かれ、その推進はロシア船に適していたが、冬には氷に閉ざされた。地名はロシア語で摂理という意味で、宗教的な意味合いがある。しかし、旧ソ連時代には一度も解消されなかった。市内のウラジーミルレーニン像も健在である。住民の多くはユピック族で、これはプロビデンスキーとチュコトスキーの両地区における、 先住民の割合の高さを反映している。極地気候だが沿岸部に位置するため冬はそれほど厳しくない。夏にはツンドラに色とりどりの花々が咲き乱れる。北極の玄関口と呼ばれ、ソ連崩壊後はアラスカ州からの観光客が地元経済を支えている。観光客はベーリングエアやアラスカン航空のチャーター便を利用して、 アンカレジ内ノー部からプロビデニア米空港に到着する。このうちアラスカン航空は1990年代までプロビデニアへ定期便を運航していた。とりわけ1988年の新前フライトは史上初のアメリカの航空会社によるソ連フライトとして知られている。またアラスカ州の他にもチコタビアという航空会社がプロビデニアアアナディリ便を運航している。 状態の良くない道路が、市街のコンクリートの通りと近隣の漁村を結んでいる。ありがとうございます。